おはようございます。大輔です。今日はですね、普段来ないとこに来ました。で、今日は楽ちんだよ、ガイドがいるから。じゃあね、えらいことにこの人顔出しができないのにマスクも何もしなくて来ちゃったから。あ、いつの間にか買ったじゃないですか、そのネックマウント。買いました、これ。もうボンレスされんでいいですね。今日はアールフィッシングのマザーレイク、水溜りの池で。よし、やろう。ああ、そんな感じで、今日も元気に楽しくやっていこうと思います。始めていこうか。プールやん。朝一は安心と信頼の笑っています。これからやっていきます。わー、めっちゃ辛いです多分。はい、お、ハートテールじゃないですか。ハートテールで久しぶり来た。かぶってきたじゃないですか。あ、いいな。25、このサイズで通過見回されるっていうのはなかなか。なんかそのいつものところって。多分皆さん聞きました、いつものところらしいですよ。何も教えてもらってない僕。ちょい。キャスト、キャスト。来た、今なんかおったね。どうか。あ、やべえ。回ってきよう。本番に弱い。食った。あー、バレた。バレた。どこですか、この辺。ちょっと助手席で寝るのは不届き者ですね。起きて。あれですよね、人が来たところにすかさずキャストでしたよね。キャストね、針外しようときに。針外しようときに。今度こそ乗るかな、これは。しっかり持ってっと思うな。やっ、オッケー、オッケー、やっ、オッケー。いいやん。
40ある。いや、これは40ないですよ。残りが、はい、ブレイバーを使うべきです。おっしゃ、ここかね。はい、あー、取られた。カメラワーク、カメラワークしわいだに取られた。イエーイ、いただき。真っ白。今日は昨日と違ってもうウィードの中に入ってますね。そして場所取られました。ラッキーラッキー。マックス10と D ワームとホールシェイカー。イエス。はい、皆さん今釣れたのがこちらですね。マックス10との D ワームになんかジャッカルから出てるこのホールシェイカーっていうんですかね、ネイルシンカーに毛がついてるやつ、すごく面白いからこれ買ってみたんですけど、今日一日ブレイバーでやって全然当たりなくて、これにしたら結構バイトすごいんですよ。ただ単に今日僕は乗せきれてないだけで。やっぱ低水温系はこのふわふわがいいんですかね。ラバージグとかも結構有名なんで、これからの時期活躍するかもしれない。あ、手前危ない。あ、でかくね。あ、折れる。また怖。あ、ありそうね。40はないっす。ない、ないっす。それ35。いいや、もうちょっとこっちよ。測り方、他人の測り方には厳しい。35あるな。他人の測り方にはすごい厳しい。やべえ、出ちゃった。やべえ、出ちゃった。それやめよっか、それやめよっか、それやめよっか。オッケー、それやめようか。オッケー、それやめようか、それやめようか、それやめようか。ホールシェイカーです。マックスセントとホールシェイカー、また釣れたよ。イエイ。でかいというか太いね。イエイ、いただきました。締めの一匹やったじゃないですか。おっしゃー、ちょっと血が出ようけど、これで帰れる。帰れる。で、今からちょっと 4,50 分かかる道のりを30分で帰らないけんらしいです。嫁さんにぶっ殺されます。コンプラか、殺される。大丈夫です。ピーって間に合いますか。いや、厳しいね、もう。まあ、気分よく帰りましょう、これ。違うでよ。気分よく帰りましょう。お疲れです。大丈夫だ、外して。もう。